自分で作ったんだけど問題があるということで変えていったりお客様と一緒にやってまいります。通行人とかから視線がすごく気になっちゃう。プライベートの空間目線を切るつは必要かなとは思います。ちょっともったいない空間的にこれを今生かしていけばカバーすればいいかなとは思います。臨界はここまでなのであとはお願いしたいと思います。一緒に我々と おはようございます。今日はですね、ちょっとガーデンリメイクじゃないんで、私の YouTube を見ていただいたオーナーが、まあ自分なりに作った庭に来まして、自分で作ったんだけど、ちょっといろいろと問題があるということで、ご連絡がありまして参りました。まあガーデニングですから作ってる過程は楽しかったみたいなんですけど、作った結果が段差があったり、我々から見てもちょっともったいないなという部分をちょっと2日間ですけどもオーナーと我々と一緒にまた作り直すと一緒になって変えて、まあそういう意味ではリメイクです。その基本的な作りにおいてはご主人が作ったやつを生かしつつプラスアルファできればいいかなと思っております。今回かなえさんが一人で全部やるってわけではない。そうですね、修復したり変えていったりっていうのはお客様と一緒にやってまいります。あの材料関係もお客さんと今これからホームセンター行きましてちょっと選んでできるだけ今ある材料を生かしてちょっと作っていこうかなと、そういう仕事ですけどよろしくお願いいたします。今回どういった経緯で今回は金井さんのウッドデッキを DIY する動画を以前 YouTube チャンネルで拝見させていただいて、全然関係ない仕事の僕でもなんかウッドデッキ作れそうな気がするぐらいすごい技術を持っていたので実際にウッドデッキを作ってみたんですけども、まあ、やっぱりいかんせんなかなかうまい具合にはいかないのが現実で、今後子供が大きくなる上で走り回ったり暴れたりするのをこの素人が作ったウッドデッキでやっていくのはどうなのかなとか、あとまあ階段が低かったりとかいろいろと問題点がたくさん出てきたんですね。なので参考にしていただいた方の技術でもっといいウッドデッキができたらなと思いますので、今回助けを求めに依頼させていただきました。じゃあ動画を見てちょっとやってみたってことなんですね。そうですね、やってみました。ただまあ実際はそんなにうまくはいかなかったような。もう全然そうですね、関係ない仕事してると動画見てるだけじゃ無理ですねじゃあそこでちょっと行き詰まったから金井さんに。そうですね、もう全部動画で一個一個止めて確認してこれが必要なんだなっていうのを見たんですけど、実際は全然違うものだったりプロの方じゃないと分かんないんだろうなっていうのもあったり、はい、お庭拝見させていただいたんですけど、まあ、ウッドデッキ以外も全部ご自身で作られてるということです。そうですね、こちらのフェンスとか自分で作らせていただいたり、立ち水栓がある水場、足洗い場とかを作らせていただいて、ここも全部やっぱり金井さんの YouTube を参考にさせていただいたものになってるんですけども、助けてほしいですまあウッドデッキを主体に全体的にってことですかね。そうですね、全体的に最後の仕上げをお願いしたいなということでよろしくお願いいたします。
はい、じゃあこちらが現場でございます、はいはい。これやっぱ全体はご主人が全部作られたって。そうですね。なかなかやっぱりうまくいかないですね。金井さん的にはこれ見ていかがですか。いやいやいや、これはもう材料揃えて、ここや基礎なんかも、まあ、しっかりやって、いうしかと思います。なんかパッと見てここが気になるなっていう点とかはあったりしますか。まあ、ちょっとこういうところ、隙間とか、まあ、ここの縦のラインはいいんですけど、横の段差でちょっとこうなってるのは、ジミちゃんなんかいると、つまずいたり、手を入れたり、そういうことがあるので、ここまで時間をかけて楽しみながら、素晴らしいと思います。ご主人はこうどうしてほしいとか。そうですね、僕個人的に結構庭でいろいろペットとか生き物飼うのが好きで、ああいうところで水道でいろいろ亀の水槽掃除したり、あと夏とかバーベキューとかさせていただいたんですけど、その時にやっぱりこのウッドデッキ乗った時に外からの通行人とかからの視界が、視線がすごく気になっちゃうのが一番そこで嫌だなっていうのを感じて、ここまで完成して使っててやっぱり問題が出たんです。気になりだしたつら、これはもう我々においてもあり得ることであって、そこで付け足していけばよろしいわけですね。石本さんが言われた目線が気になる、であとデッキと人工芝居引いてある、こっちをもう逆にプライベートの空間っていう形で目線を切るつは落ち着くとは思います。そうしたものはやはり家族でもできますし、お友達来てもちょっと気兼ねなくエンジョイできるので、やっぱりちょっとは必要かなとは思います。で、まあ、子供が生まれる前にできることをやってしまおうっていう考えで一応ここまで一応やらせていただいたんですけども、安全面に関することをあんま考えてなかったなっていうのが、もう大人の感覚で作ってしまったのがあって、で、まあ、ちょっと金井さんの動画とかいろいろ見させていただいてるんですけど、保育園とかいろんなところで遊具を作っているのも見させていただいて、やっぱその子供の安全面でできたらここでも見たいなと、はい、そんな形でございます。やっぱり子供の目線で見ますとやっぱり出ちゃう、これからもはいはい来たり、成長過程においては固定式な作業をするとか、まあ子供がこの空間で遊べるいう形にしたものは、フェンス自体がそこで終わっちゃってる、また向こうからお子さんが出ちゃうっていう、ちょっと軌道でも設けとれば、奥さんが安全でこう見守ることができるんで、だからちょっとそれが必要かなとは思いますけど、はい。これだけのウッドデッキの広さ、まあ作りたかったっていうのもあって、ウッドデッキを歩いてのんびりできるような広い空間っていう、ちょっと浅はかな感じをそうですね、いろいろ考えてたんですけども、やっぱ実際そうすると庭がちょっと少なくなってしまったり、デメリットも結構あったんですね。はい、このデッキを囲っちゃったんですけども、ちょっともったいない、空間的にやはり人工芝に降りられる形、取ったものは人工芝とのつながり、デッキとのプライベートの空間としては広く活用ができるという感じだと思います。はい、こちらもですね、お願いしたいところで、では雑草が最初すごい入ったそうですよね。とりあえず防草シートは貼ったんですけども、ちょっとこじゃれた駐輪場にしたいな。で、防犯面も考えて、柵っていう簡易的なチェーンの柵を立てたら、以前動画で他のご自宅でもそういうのを拝見していいなと
ちらの花壇もじゃ作られたの。まあ、ちょっと小学生に見られながら頑張って作ったんですけど、あのやっぱちょっとこれが初めての僕の DIY だったんですよ。ちょっとこちらを匠の花屋さんにご協力いただいて、おしゃれな空間にしたいなと。管理がなかなかできないぐらいの広さがあるので、管理しやすい花壇にできたらいいなと思いました。レンガだけでこう見せるということになると、まあある程度年数がいる。だけど何か他に今度化粧する形を考えれば、別に積んであれば、いや平気なんですよ。これを今生かしていけば、まあ逆にこの表面をちょっと違う素材でカバーすればいいかなとは思います。まあ高さもちょっと高いんで、こんなも積まなくても。まあ、結構ね、高木ってこう、あの樹木系の植木を植えんならこのぐらいの高さ必要ですけど、もう1本前の土が入ってれば全然嬉しいかと思います。だからちょっとこのレンガをね、活用した形でちょっともうちょっと面積半分ぐらいの植え込みで済むような感じぐらいのがいいかなとは気がします。こっちとのつながりで、例えば結構見た目がね、よろしいかと思います。はい。もう、まあ、僕の限界はここまでなので、あとは匠にお願いしたいと思います。一緒に我々と。じゃあ、よろしくはい、お願いします。よろしくお願いします。あとちょっとこの、分かんない、石が石、あっ、これ、2つ2つ。じゃあこれ柄に、どっかで使いましょう。うん、そんな感じですね。はいはい、わかりました。はい、2段でよろしいですかね。ここにも石段設ければ。そうですね、はい。でちょっとこう小手の方幅広く少しやっていけば、はい、座れたりベンチがありいろいろと化粧しちゃいましょう。わかりました。はい。どっちがいいですか。色。色ですか。もうこれはこれで、はい、ちょっと近い色というよりワンポイントになれるか。もうあのこっちを変えてもおかしくないと思うんですよ。ここから色を、だからもう今オイルステンの、あのオイルステンをほら、ペンキに近いオイルステンでカラフルがないんじゃん、はい、そっちにそれで選んでもらって、はい、もうこの色に持ってこなくても。そうですね、色を変えるのはもうすごいいいと思いますね。うん、じゃあそれも含んでちょっとこの全体行って。わかります。じゃあ我々は2トンで行って、ご主人の後ついていきます。あ、かしこまりました。一応ですね、ご主人と買い物に行きまして、ちょっと作業的にはちょっとこちらのコバちゃんとご主人で先にペイントの機材をペイントしてもらいます。で私がちょっと先に玄関のこの駐輪場の方の柵を立てちゃいます。そういう順序でやっていきます。